こんにちは。太極拳インストラクターの竹内健二です。今回の動画は24式太極拳提案シリーズ48、12番ガオタンマ、ぶらつかず高いところから制するをお伝えします。ガオタンマの動作で体重移動の際、ぶらついて不安定にならない工夫とガオタンマの技、ガオタンマの技は 高いところから相手を制すると言われていますのでそれらを考察し提案いたしますぐらつかず高いところから制する顔端間の動きでぐらつかないイメージや体の部位の使い方をお伝えします腰の回転を行っても不安定な場合がありますそのようなときはつま先と膝頭の向きを一致させて素頸部の折りたたみを用いて 体重移動を行うと良いでしょう素形部の折りたたみに関して申し上げます素形部は下腹部と腿の上部の間を指しますそこの距離を近づけることを素形部の折りたたみと考えますこの素形部の折りたたみは本やノートを閉じるイメージと言われていますこの斜めのラインが 開いたノートから閉じるような、そのような動きが素形部の折りたたみと考えると良うでしょう。実際、この素形部に手を挟んで動くと、軸足の安定感を得やすくなります。今回のガオタンマでは、右の足を原部で寄せたときに、左の素形部の折りたたみを行い、重心を後ろへ、右の足に移す際に、 右足の素形部を折りたたんで安定した移動を行ってさらに定式となりますもし腰の回転を行ってもぐらつくような場合には素形部の折りたたみを試すことによって安定感を体験することができると思われますガウタンマの方法で素形部の折りたたみを考えてみますゾウゴンブから右の足を反方度寄せる減部を行う際に 左の足底部に左の手を挟むように右の足を寄せていきましょうそれでは体重を後ろに移動する際に右の足底部に折りたたみをつけるように動きますちょうど右手を挟むような動きになります挟むほど重心が安定していきますそして左の足を足先をついてシーブとなります 続いて、ガオタンマの技を考えてみましょう。ガオタンマの技は、高いところから制する。それらを考察していきましょう。動きや技をイメージして提案してまいります。そうすることによって、また別の視点から対局権を捉えることを目標とします。登路動作では、ーブーをして、左足から右足中心になり、右鍵手を開いた後、 左足先をつくシ CV で左手を引き込み右手を押し出していきますこのように動く際には腰の高さは変えないと習いますので水平で相手を引き込んで押していくえそのような想定になりがちですもちろん動作を行う上ではそれで十分なのですが今回の高いところから相手を制するというのはどういうことでしょうか高いところがあるのですから低いところがあるはず と考えてみましょう自分が高い位置相手が低い位置と考えると良いかもしれません。高低差をどのように作るかは道路に含まれているはずですそこで今回注目したのは右の足に重心を移動する際に左の足を上げて寄せる。 この左の足ともう一つは手を開いて左の手をご自身に引き寄せてくるこの左の手がおそらく高低差を作り出しているのかもしれないということを考えていきましょうそれでは右足後になる際の寄せる左足を考えていきましょうこれは一般的には右の足の安定のためや CV の横幅を作るためと考えられていますがもしかするとこれは相手の 足を相手の膝後ろから引っ掛けて相手をバランスを崩させて後ろに崩すこのような意味合いがあるかもしれません続いて引き寄せる左の手について考えていきましょう道路動作では短微炎の左の手が元風することによって徐々に手のひらを上に向け引き寄せられてきますこの短微炎の左の手を元風の際相手の 腰に回り込ませて引き込むことによって相手をのけぞらせることを行っていると考えられます。結果として高低差は左足や左手で相手を後ろに崩しのけぞらせることで作られると考えられました。このような考察から高いところから相手を制するというのは相手を左の足や左の手で 崩しのけぞらせることによって相手を低くして皆さんは高いところから相手を押す打つということになりますその際には相手の胸を押すというよりは相手の顎や顔に対してアプローチをかけるトイザンとなるでしょうまた左の足を C ブーで踏む時には相手の足の甲を踏むとも言われていますまとめになります 今回はガオタンマの動作で、ぐらつかない足の寄せ方、素形部の折りたたみ方法やイメージ、そして技として高いところから相手を制するには、寄せる左の足と左の手を用いて相手を低くすることを考察、そして提案しました。それでは一緒にガオタンマの動作を、単便動作と動きを行ってみましょう。 今回も最後まで動画をご覧くださり誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。 thank you